さあ、それではスーパーマリオデッセイの続きやっていきます。さあ、今回はこの緑色の服を着てキノコ王国を探索していきたいと思います。よし、じゃあまずはガイド。さあ、キノコ王国、国内外の人々に愛される王国。確かに愛されまくってますよね。お、ちゃんと月も書かれてる。これ何、花吹雪か何か。あ、鳥かな。これはかなりカラフルだけど、多分そうじゃないかな。まあ間違ってたらすみません。さあ、ピーチ城、王国の中心に位置する美しき城。人口は中規模で面積はやや広い。民族はキノコ王国の民。ほら、キノピオ族とかキノコ族ではないんだ。あ、そっか、いろんな種族が住んでるってことかな。あまり見たことはないけど。ていうか今更だけど、ピーチ姫って何族？人間族？人間のピーチ姫がキノコ王国の姫様やってるって、今更ながらにして結構謎だよね。何か言われとか歴史があるんでしょうか。あ、じゃあ今までのシリーズでキノコ王国建国の話とかってあったりするのかな。いや、俺はあまり詳しくないんだけど、その辺知っておられる方がいたらこっそり教えてください。さあ、通貨は64型。これはスーパーマリオ64に出てきたコインがここで紫コインになってるってことだよね。あんな感じだったかな。星のマークとかすっかり忘れちゃってるな。まあ遠い記憶だからしょうがないか。さあ、産業は土管や観光。ここ土管作ってんの。全然そんなイメージ湧かないんだけど、この優雅さと土管はちょっと結びつかないでしょう。ってことはどこかに土管工場とか土管職人がいるってこと。それはそれでちょっと見てみたいかも。まさかマリオさんが作ってるんじゃないだろうな。ありえそうだけど。観光、まあ観光は分からなくもないかな。さあ、気温は平均27度。これはまあまあ暑いぐらいかな。そして保管というよりも封印なのか。これは何でしょう。各地に点在する謎の塔。点在する塔はかつては城の番人の詰め所として使われていたらしい。しかし今では不思議な絵画を管理保管するための場所となっている。細部まで描かれた絵画は見るものをその世界に引き込んでしまうほど魅力に満ちている。あ、これあれだ、スーパーマリオ64出てきた中に入れる絵画ってこと。あ、じゃあそういう世界観とかつながってるんだ。へえ、なんかちょっと意外な感じ。命の保証もない危険をはらんだこの絵画鑑賞を許しているのはキノコ王国では珍しいことなので、旅の余興くらいで立ち寄るのは避けた方が良さそうだ。確かに、うっかり中に入って大冒険ってわけにはいかないよね。てか今更だけど、この絵画って誰が作ったの。ピーチ姫が用意したの、それともクッパ。そういう設定とかってあったかな。でも気になりますよね。何かこう天才美術家が描いたら命が吹き込まれたとか、そういう話かもしれない。もしかしたらワンチャンマリオさんが描いたという可能性もマリオペイントあたりでありえなくはないかも。さあ、可憐なステンドグラス、この国の象徴とも言われるピーチ姫は諸事情で不在なことが多い。なるほど。そんな時に姫の無事を祈るため、キノコ王国の民が率先して城のバルコニーにピーチ姫のステンドグラスを設置した。じゃあこれキノピオが作ったの。マジか。すごく綺麗にできてる。優雅だし気品あふれてますよね。いい仕事してますね。ピーチ城での人気スポット、このステンドグラスは今ではピーチ城の見どころの一つとなっている。なるほど。そして注目のフルーツ、真っ赤な実が特徴でキノコ王国の豊かな自然に育まれている。このフルーツに惹かれ集まってくる生き物も多いらしい。おお、これあれですよね、スーパーマリオワールドに出てきたヨッシーが食べられる好み。あ、フルーツか。じゃあやっぱりここどこかにヨッシーがいるってことかな。さあ、マップ、マップは見た感じ何か変なところはないかな。だいぶ丸っこいけど。ん？トロフィー、ノコノコレース。あったあった、あのマリオ64の頃にちょっと高い山までかけっこしましょうみたいな、そういうイベントあったけど、あれの続編ってこと。なるほど、マリオ64らしいっていうか。これなんでしょう。あ、これがこの赤い塔か。多分これが点在してるってことは、いや、むしろこの白いとこはなんだよ。こっちが気になるけど、なんなんでしょうね。お、もう一個ある、絵合わせ。あ、これはあれでしょう、マリオ3に出てきたタイミングよくボタンを押せっていう、あれ、それか神経衰弱。神経衰弱はともかく、あのタイミングは俺ちょっと苦手で、全然あのスターとか止められたことがないんだよな。さあ、そしてちょっと気になるここ。よし、じゃあ右上、人々が集う憩いの場所。城前にある小さな広場はキノコ王国の民キノピオたちにとって大事な憩いの場所。大きすぎず小さすぎず、
適度な装飾が施されている広場はこの国の縮図を表しているようだ。国内の各地にも丁寧に手入れされた広場や庭が点在する。これらはピーチ城の美しさをより際立たせており、訪れる人たちの心を安らげてくれる。なるほど。お国柄を表す愛らしさ。うん。なんかこうしてみると結構噴水大きいですね。キノピオがちっちゃいのかな？さあ、クリボーの森。穏やかなキノコ王国だが、中には少し危険な場所も。キノコの栽培のために多くの木が植えられ、順調に繁殖が進んでいたが、なぜか野良のクリボーも数多く住み着くようになってしまった。なぜ？っていうか、キノコ栽培してるんだね。キノコ作ってるって言っても、あ、確か、産業が土管だよね。キノコを輸出してるわけではないんだ。じゃあ食べてるのかな？キノピオが？ピーチ姫が？マジか。キノコパーティーとかやってるのかね？クリボーの森というありがたくない名前もついてしまったが、歩いて楽しい場所ではあるので、クリボーに注意を怠らなければ散策もいいかもしれない。おー。見た目以上に危険なので注意。おー、確かに。クリボータワーもある。クリボーってさ、2D の時はそんなに強くないってイメージだったけど、3D だと奥行きがあるからすごく強く感じますよね。あとクリボーのモデルってさ、シイタケらしいんだよな。シイタケって言われても最初びっくりしたけど、クリじゃないんだと思ったけど。こうしてみるとまあ、シイタケと言えなくもないみたいな感じかね。まあそういう豆知識。さあそして、敷地内で唯一の湖。城周辺にある唯一の湖は、小さな滝が心を癒してくれる人気の場所だ。自然にできたはずの湖も、よく見ると何かの形に見えてくるらしい。訪れた際には、自分の目で確かめてみてほしい。おお。滝のおかげで水が保たれる。待って。じゃあ、この滝はどこから来てんの？え、不思議。だって滝だってそもそも水がないとできないじゃん？ドッシーさん、昔は確か城の地下にいた気がするけど、今はこの小さな湖にいるんだね。いや、もしかしたら近づいてみたらでかいかもしれないけど。さあ、旅の3つのポイント。王国の顔でもあるピーチ城。国内に点在する心安らぐロケーション。散歩して楽しい適度な起伏のある敷地内。ああ、確かに。なんかこういうちょっとなだらかな丘というか、坂とかをこう駆け上がってみたくなりますよね。おお、あ、鉢植えがあるぞ。あ、これが、ここかな？なんとなく、形的に。ね。よし、じゃあ、早速やっていきましょう。さあ、ここまでかなり長くかかっちゃったけど、ここからさらにまだ話があるんですよ。実はね、買っちゃったんですよ。トリプルウェディングセット、アミーボ。店頭にあったからね、つい買っちゃいました。よし、じゃあまずは、マリオさんのウェディングスタイル。お、来たー。おー。屈伸していく。確か説明書によるとこれは、一定時間ダメージを受けなくなるっていう効果があるらしい。で、あと、タキシードの衣装ももらえるらしいんだけど、それはもう持ってるから何もなかったのかな？よし、じゃあ次は、寝始めちゃったよ。じゃあ次は、クッパ、カッコウェディングスタイル。持ち上げるの結構大変これ。重さ半端ない。おお。え？なんだあれ？なんか丸がついた。あと、特に衣装がもらえるわけではないのか？あ、はーい。こんにちは。あー、そっかそっかそっか。ローカルコインの場所を知らせてくれるんだ。へー、すごく便利これ。壁も貫通してる。マップに出るかな？マップには出ないか。なるほど。おお。この紫コインって場所がノーヒントだから結構便利だよね。おお。お、なんか上に反応してる。お、これか。お、オーケー。よし、じゃあ次はピーチ姫。おい。お、おお、すごい。おお、これは便利。もう一個もらえるかな。お、おお、すごい。何個でももらえる。でも残念ながらコインはもらえない。当たり前か。こうやってさ、何回もハートもらったら、コイン取り放題とかだったらロイヤルすぎるからね。まあしょうがないか。でもなんか衣装とかもらえないんだな。ちょっと意外な感じ。どうやってもらえるかちょっと説明書読んでないんだけど。ちょっとアミーボおじさん、お持ちですよ。はーい。
そうそうそう、あ、ここにやるのか。あ、なるほど。じゃあタッチする。ここでもボタンを押させるんだ。じゃあまずはクッパ、ほい、お、来たかな。そのアミーボはクッパウェディングスタイルさんですね。ではクッパさんにパワームーンを探すお願いをしておきます。クッパにお願いするっていう字面がすごい。はーい、了解。うん、あったよね。突然ですがここで嬉しいお知らせです。これは来たんじゃない。あなたのアミーボから素敵な衣装がプレゼントされました。来たー。あ、着替える着替える。ルイージの出番めっちゃ短。おー、来たー、すごい。さすが、よくお似合いですよ。またお待ちしております。口がうまいな、おじさん。おーおー、甲羅背負ってる、すごい、見た目通りだ。おお、お、髪型は変わってないかな。てかすごいよね、タキシード着た上にその上に甲羅とか。あ、ちょっと待って、マリオさんはさ、この服を着た上に甲羅をつければいいけど、クッパとかってどうやってあれ着込んでるの。謎。あ、そっか、クッパだってノコノコの一種なんだから甲羅が脱げるわけか。あー、そうなのかな。一回も見たことないけど、やばい、ちょっと見てみたいかも、クッパの中身。中身と言っていいのかわかんないけど、脱げたことって今までありましたっけ。ちょっと記憶にはないかもだけど、ノコノコの王様なんだからありえなくはないのかな。うん、よし、何か特徴的なことはないかな。火を出すとかヒップドロップが強くなるとかないか。うん、これ背中で触ったらめっちゃ痛そうだな。ほらほら、チクチク。よし、じゃあ次はピーチ。あ、はい、お願いします。お、はい、よし、着替える。これが楽しみだった。おー、さすが、よくお似合いですよとか。この絵すごい。いや、これパッケージ裏で見てたんだけどさ、これはすごいな。ウェディング、花嫁スタイルのマリオ、まさかヒゲのおっさんがこの花嫁衣装を着るとは思うまい。お、あ、キャッピーだ。別にティアラちゃんになるわけではないんだね。おー、すごい、イヤリングもでかいし、でなんかこう別に似合ってなくもないのが恐ろしいよな。おー、あ、すごい、なんか歩いてる時のこのパワフル感絶対強い、これ。ふう、おお、すごい、ベールの部分がふわっとなってく。ちょっと待って、この背筋、この花嫁とは思えないこの力強い背中、半端ない。これはいい、これでしばらく冒険しましょう。おお、楽しい。ついでにマリオさんにも探してきてもらおうかな。はい、お願いします。よし、いやー、これはいい。ちょっと待って、画面が白すぎてすごく場所が分かりづらい。よし、じゃあ冒険していきましょう。前置きだけで10分以上やってるからね。よし、じゃあまずは、あ、いたいた、あそこ、お店の上にキノピオ隊長らしき人がいるから、あそこ行きましょう。戻る。あ、そうだそうだ、ここさ、裏技っぽいこと考えたんだけど、スナップショットモードに切り替えてズームインすればさ、ほら、これ簡易的な望遠鏡になるんじゃないと思ったけど、おお、すごい。しかもなんか、ちょっと回り込める。これは便利。いいね。よし、じゃあとりあえず登ってみましょう。ダメだ、花嫁衣装に笑っちゃう。これ、ヒップドロップジャンプじゃダメだよね。あ、ダメだよな。じゃあここから、ほっ、ほい、あ、ごめん。おお、久しぶりのキノコ王国です。旅の後だと見慣れた景色も新鮮ですね。ちょっと待って、目の前にさ、ヒゲのおっさんが花嫁衣装着てるんだけど、それについては何もなしか。見慣れてないじゃん。もう私の冒険はまだまだ続きますよ。手元に残ったパワームーンをどうぞ。さすがキノピオ隊長、有能。いやー、さあ、優雅ったムーン、
すすめ、キノピオ隊長。おお、かわいい。キノピオ隊長なんていうか、もう見た目がかわいいし、ゲームもなんていうか癒されるで、すごくおすすめなゲームなんで、皆さんやってみてください。さてと、どの国へ行こうかなとか言って、ちょっとかっこいいな。っていうか、キノピオ隊長ってさ、この、キノピオとしての職務を全うせず、冒険をしてるわけだから、それはそれでどうなのって感じだけど、まあ、いっか。お、スクーター。おお、これかっこいい。このなんていうの、ウェディング衣装着た人がこのスクーターブイブイ言わせるの、なんかこういいですね。うう、いいぞ。よし、じゃあ次どこ行こうかな。じゃあまずは、あ、そっかそっか。いや待てよ、ローカルコインぐらい最初自分で探すかな。確かこの辺りに、なんだっけ、あったあった、これ。お、さあこれはシュワシュワ穴かな。最初グランドモックかと思ったけど、これは海の国ですよね。さあせっかくだからこの絵がすごい。おお、あ、ちゃんとなんかドレスの中も描かれてる。珍しい。さあ海の国シュワシュワ穴、うん、さっきあのムービーシーンで見たんだけど、ドレスの中身ちゃんと描かれてるんですね。おお、すごい珍しい。女性キャラとかだったら絶対黒いからね。いや、ヒゲのおっさんならいいのかっていう話だけど。さあ岸壁の飛び込み台。おお、キラキラ光ってる。優雅ったムーン。今のキラキラ光ってるのたまたま。おお、何か変化はあったかな。特に何もないか。夕焼けってもともとだったっけ。うん、さあマップ、うん、まあ大丈夫かな。一応ここから何かないかチェックしておきましょう。うん、オッケー、じゃあ戻ろう。いやもうなんかドレスの端から見える生足がもう笑ってしまう。さあ行こう。とりあえずスクーター、よし。ローカルコインを15枚以上集めて64番のキャスケット欲しいな。よし、じゃあとりあえずどうしよう、登って。お、何これ。おお、お、え、なんか踊り始めた。おお、ジャンプアップスーパースター、暴れすぎでしょこのラジカセ。あ、変わらないんだ。オッケーオッケー。あれ、スクーターが消えた。あ、近くにあるからとかじゃなくて時間で消えちゃうんだ。なんだ、残念。まあしょうがない。お、とう、川の先は湖ですよ。うん、ヒント取り。探し物は何だろうな。雲海に沈んだ星。雲海に沈んだ星、どこにあるかわからんな。雲海と言われてもちょっと見当がつきませんね。これは、え、乗れんのこれ。おお、すごい、かっこいい。おお、楽しい。そして蹴ってく。これ別に食べるわけではないんだ。すごい複雑に飛んでるけど。おお、昔のマリオさんだったらこれで大きくなれたのに。お、何これ。なんかあのマリオ3のタヌキマリオ的な、尻尾マリオ的な感じがするとお。お、キャッピー、よーし。さあ夕方ムーン、尻尾の先から飛び出した。おお、じゃあタヌキ衣装とかあるのかな。なんとなく丸っこくて見た目が面白いねこれ。乗ってみる。何もないか。お、あら、そんなになんか必死こいて登るほどでもないか。さあローカルコイン。おお、ドッシーさん、ドッシーさんの背中にあるけど、どうしよう、飛び込むべきか。お、あー、あれは謎の塔だ。どうしよう、まずは目についたローカルコインから。お、一緒に泳ごうよ。お、
ダメか。やっぱり頭下げてくれないや。失礼。ちょ、届かない。あら？お、もっと出して、もっと。何かもらえないかな。一緒に泳ごうよって言ってるのにこの仕打ちだもんね。そしてローカルコイン発見。おお、アウチ。結構花嫁衣装が似合ってるな。この絵いいね。お、はーい。さあこっちの方は、お、あるある。青いキノコ。おお、これはなんだっけ。おお、確かロケットフラワーだったかな。正式名称そんな名前だったような気がする。お、ほい。おっと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 、おお、ちょっストップ。かけっこ勝負熱いですね。そして、おお、のこのこさん。わあ、帽子かぶってる。ああ、こんな感じだったような、そうでもないような、ちょっとよく覚えてないけど。お、僕らはかけっこ団。いろんな国で走り続ける集まりさ。それはちょっと迷惑なよな。いや、走ってるだけだったらまあいいか。ねえ、かけっこで勝負しない？勝ったら商品をプレゼントするよ。お、するする。そうこなくっちゃ。ルールは簡単。僕らと競争して一番でゴールしたら優勝だよ。僕らだと？ゴールには光の柱が立っているからね。それじゃ始めよう。おお、ノコノコレース、キノコ王国レギュラーカップ。まるでキノコ王国以外でもやりそうな感じだけど。お、え、あー、いっぱいいる。なるほど。まずはロケットフラワーをゲット。お、ちょちょちょ、あいつ取ろうとしたぞ。ちょ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 。おお、どっち行けばいいのこれ。とりあえずフラワーがある方向に行けばいいのかな。お、あったあった。これか。フィニッシュ。ノコノコがまさか帽子で取ろうとするとは思わなかったな。ランクファースト、オッケー。おお、ちゃんと後から来てる。お、すごく早かったね。優勝商品のパワームーンだよ。ありがとうございます。さあ、キノコ王国レギュラーカップ。お、ねえ、新メンバーが加入したよ。新しい商品も用意したから、またかけっこで勝負しようよ。するする。そうこなくっちゃ。さあ今度はマスターカップ。なるほど、ゴールは同じか。お、な、ちょっと待って、なんか金色なのがいるんだけど。さあこれは、あら、取れてない。あれ絶対早いでしょ。ちょっと取れてないじゃん、あいつ。なんかさっきあいつぶつからなかった？え、気のせいかな。まあいいや。あ、一応追いついてきた。へえ。お、オーケー。よし。さあ、ちょっと待って。キノピオさんずっとそれで止まってたの？いいけど。優勝商品はもうないけど、もっとかけっこで勝負する？やめとく。おっ、残念。あの、うーとかいう声がすごくかわいい。もう一回聞きたい。おお、すごく表情豊かだね。うん、かけっこ勝負熱いですね。確かに、なんかよく見るとキノピオたちって結構無理やり帽子かぶってる感ない？気のせいかな。さあ、そして、あ、土管がある。とりあえず引っこ抜く。お、ほっ、お金は大事。さてと、お、種がある。ほっ、お、何これ。おお、すごい、マリオ64だ。音楽がそっくり。これがあれか、中に入れる絵画か。明らかにこれ復活ボス戦なんだけど。マジか。おお、わあ、それっぽい。あ、目がついてる雲がある。
たまたまかな。おお、懐かしい。お、これは OK。 よし、じゃあ入っちゃいましょう。おっ、うわ、音がそっくり、完璧じゃん。お、え、なにこれ。さあ、これは復活ボス戦というよりもアレンジ版って感じかな。おお、ほっ、よし、雨が降ってるってことはこれあれか、なんかずっと飛べるわけか。おお、すごい。雲海といったらここか。え、さあ回り込んで、よし、行くぞ。えよし、おお、なんかすごい視界の水の器の影がなんかすごくリアル。おっと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 、ああ、ちょっと落ちる落ちる落ちる、危ない危ない。チャンス、よし、いいぞ、逃げるな。OK、よし、ちょっと乗れるんだ。おお、オッケー、なるほど。なんであのカップがあるのかなと思ったけど、毎回これやるんだ。おお、潜ってみたい。さっきなんかちゃんと影が映っててちょっと感動したな。おお、何もない、戻ろう、急げ。ハノイ名称が重い。よし、おお、ちょっと。すごく生足見えまくりなんだけど。よかった、グランドムーン、シュワシュワ穴の攻防再び。おお、すごい、もう完全にマリオ64。なんかこのゲーム、どこかこうマリオ64とかレトロなところ復活してますよね。ニュードンクシティだとドンキーコングとかあんな感じで、昔のプレイヤーもなかなか楽しいんじゃない。え、そこから出てくるの。ここから出てくればいいじゃん。何か使用上の都合があったんでしょうか。うん、ワンナップのキノコ。おお、あ、何かできるのかな、色が違うけど。何もないか、よし。お、さあ、これは中に入れそうだけど、これはでかい種。お、それと鉢植え。お、 OK、 なるほど、ショートカットか。 OK、 よし。おっ、おお、ちょっとかわいい。おお、すげえ、不思議なドレス。これは降りよう。お、ローカルコインだと。オッケー、よし、じゃあ中に入っちゃいましょう。お、コック長、なるほど。よし、じゃあ入っちゃおうかな。と。わー、こういう入り方したした。あるある。お、ちょっと。ゲレゲレレとか。なんかあからさまに変なのが入ってるんだけど。わー、なにこれ、自動攪拌機。おー。お、あれ、なんか触ったけど。ダメか。と、
よし、ちょ、こう、よし、さあ乗って通う。おっ、なんだ今、ドゥルルって。ナイスアタック。おー、怖。お、ハートがある、取っとこう。さあ妹がどんどん壊していく。とう。おお。さあ行くぞ、とう。おっ、オッケー。お、入ってる。へえ、とう。あ、だだだだだ、ちょ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 、危ない危ない危ない。回復回復。おっ、おっ、もういっちょ。おい、いけ。よーし、3回叩けば OK ってところは変わんないかな。あんなになんかボコボコ言わなくてもいいじゃん。よし、この花嫁大活躍すぎない？さあボルボーノの熱戦再び。おお、なるほど、熱戦か。よし、お、まあこれは大したことないかな。一応やっておこう。 OK。 まだ気になるかい？何かあるのかな。何もないよね。あの旗は気になるかも。何もないか。よし、じゃあ戻ろう。さてと、さあここからどうするか。ドッシーさん何かないのかな。お、あ、当たった。ごめん。俺は、鼻先に乗ると何かありそうな気もするけど、いけるかな？届かない。あ、乗せて、乗せてくれ。結構、ちょっと、やめて沈めるのは。乗れないか。残念だな。泳ごうよって言ってるから何かあるかなと思ったけど、何もないんだね。ちょっと意外な感じ。しょうがない、そこ行きたいんだよな。でもちょっと滑るから無理か。さあ無理やり登ってみる。おお、鼻先に乗った。写真撮りたいね。うん、ごめんごめん、一応調べたいからもう一回。うん、何もないか。お、あ、なんだ、自分の足跡だ。お、ちょ、え、紫コイン、いや紫コインはいいとして、なんかここめっちゃブルブルくる。なんか埋まってんか。おお、へえ、なんだ、自然に何か埋まってるとかあるんだ。へえ、マジか。特に来ない。うん、あそこだけ。へえ、光ってたりした？ちょっと見えなかったかも。まあいっか。ちょっとこれは OK。 こうやってなんか世界の周辺にも紫コインがあるとしたら結構大変だな。年、あ、種だ。あれ、種って、マップ、ここに鉢植えがあるんだよね。少なくとも3つあるから、ここにもあるかな。場所、うん、ここか。結構遠いな。まあでも運んでおいて損はないかな。このロケットフラワーを使って運びましょう。ちょっと まずは、お、あ、これか。おー、なるほど。よし、これはあそこから持っていけないか。投げる。うん、ちょっと弱いかな。じゃあ普通に行くしかないか。
ちょっとちょっとちょっと肝心なもの忘れてますよ。いでいで、結構難しい。近すぎるんだ。お、よし。お、あらららららちょっとちょっとストップ。紫コイン OK。 ほい、なんか結構つかめないな。くそ。これじゃ普通に持ってった方が早そうだな。よし、これで取れればいいんだけど。無理か。お、さあこれはピーチ城正面。お、何これ、フルーツ。この果物はヨッシーさんの大好物なんです。さっきお城に来ていたんですけど、今はどこにいるんだろう。うん、あ、別に触れないんだ。おお、まあいいや、後で探しましょう。お、なんだって、これで3つか。お、自慢の庭園です。おお、すごい。外していく、知ってたけど苦手なんだこれ。あ、ウサギ発見。待てー、お、飛んでく、すごい。待て、よし、もうちょっと、結構なんか届かないぞ。よし、なかなか大変だった。さあビーチ上で捕まえたぴょん。おお、お、ローカルコイン。あ、スクーターがあるぞ。カカシもある。ちょっと、おお、いやー、お、めっちゃ気になる場所になんかキノピオがおる。さあ咲かせて裏庭の花。お、あるねー。見かけたら取っておかないと、忘れちゃうから。ちょちょちょ、と取れてないです。まさかの取れないとは。え、どうやって取るのこれ。オッケー、なかなか厳しいじゃない。お、あそこにもある。そして怪しげなテント、あれはなんだ、よく見えないけど、あ、鳥か。水の中にいるんじゃなくて岩の上にいるんだ。おお、あ、あるある。お、パワースター発見。パワースターって言っちゃうな。うん、あ、ロケットもあるぞ。よし、戻る。お、あ、緑キノピオ隊長。隊長じゃないか、隊員。クッパが盗んだ宝物は元あった国に戻ったみたいですよ。ほう、ってことは何、純白のケーキとか見に行けるってことかな。何もないか。隊長はショップへ行きましたよ。おお、あ、これキノピオ隊長のテントなんだ。へえ、なんかよくわかんないものが、あ、これ袋か、袋詰めにしてるんだ。へえ、さすがにコインとか、あの、見えてたらマリオさん取っちゃうからね。セキュリティだね。マリオさんの信用がないな。信用がないっていうか、実際取っちゃうけどね。よし、オッケー。お、あるある。よし、俺はどう。さあ結構遠いとこに出たけど、おお、これはクリボーの森。え、短くない。おーおーおお、うん、うん、とりあえず乗る。の、乗らせて。さすが奥行き。いででででで、ちょちょちょ、な、どういうことこれ。乗れないじゃん。どうしたらいい。あ、これか。結構厳しいぞ。よし、2段はいけても3段はいけないんだね。どこかにピンククリボーがいると思うけど。お、
君も仲間にならんか。待ち受けてく。お、乗れない。さあクリボーの森。おお、上の方すごいバランス感覚だな。あれかな、いやあれはキノピオか。いないのかな。クリボーの森と言いながらピンククリボーがいなかったら結構がっかりだけど。おお、ちょっと離れすぎな感じがあるな。あー上、あ、なるほど、クリボータワーを使ってあそこまで登ることができるとかそういう話なのかな。あからさまに高いけど、うん。お、まま、これはあれだ、特定の衣装じゃないと入れないパターンだ。多分64番のキャスケットかな。おお、え、カカシがおる、すごい。お、パワースターがあるぞ。あ、いたいた。ちょこれさ、多分だけど水に落ちたらこれアウトじゃない。どうなるわけ。ジャンプ届け俺の思いみたいな感じだだよね。どういうことだろう。水に落下したらアウトだから、あ、水を抜けるんだ。あー、あるある、木の杭が、そういうことか。お、光ってる。ちょっとさっきから目移りするんだけど。おーおー、ちょっと、あ、やっつけちゃったこれ連続で踏むの難しいんだよね。あら、よし、お城のキノピオと話そう。うん、あそこ行きたいな。ていうか一番高いとこかな。何かありそう、何かいそうっていうのが正しいか。うん、あ、これは、お、あ、 2D 面っぽいとこある。必通知、うん、漆黒の闇。杭が結構あるね。水が抜けたらいいんだけど。さあここは、うん、お、ちょなんか勝手にずれるんだけど、あれはな、あ、なんだ、ただのツタか。うん、こんな感じかな。降りましょう。よし、じゃあ 2D 面やっていこうかな。音符があるね。おはドットで描かれてるウェディングドレス。お、え、どうなる。おお、取って戻る。お、なんだって、まだ続く。わあ、オッケー。さあ井戸の周りで音符集め。うん、簡単でよかったね。これは絶対何かあるでしょう。これはちょっと保留しておこうかな。羊さん、外回り、外見ていかなきゃいけないって結構大変だよな。怖い、落ちたらアウトか。あ、あるある。よし、さすがキャッピー。掴めないかな。あ、掴めた、よかった。おう、お、なんかおる。もしもし、6匹の羊が逃げました。見かけたらここまで連れてきてください。なるほど、6匹か、結構多いな。さっきあそこにいて、そこにいて、あと一番最初に落としちゃった羊もいたよね。おう、この湖って結局何だったの。
よく見ると何かの形に見えてくるらしい。何の形？特にこれといって特徴的なものはないんだけど、直接見ると何かあるとか。ただのなんていうかかまぼこ型のように見えるんだけど。これは、こうか？これ。ちょっとわかんないかもだけど。ズームアウト。おお。ちょっと、移動させることができないんだけど。これ、多分キノコじゃない？ね。いや、どうかな？ こじつけかもしれないけど、なんとなくキノコっぽい形に見えなくもないみたいな。頭の部分がちょっとデコッとしてるけど。まあ、いっか。あれ？デコボコってどっちが出てるんだっけ？ボコの方か。多分。ボコッとしてるが正しいかな。よし。じゃあ、なんていうかローカルコインがちょうど64枚になったから、一回ローカルアイテム買いに行きましょう。よし。買います。さあ、64本。はーい。着替える。よし。オッケー。よし。さてと、ステッカーとかか。結局買っちゃうから買っておこうかな。どれがいいだろう。ステッカー。まあいいや。じゃあ、クッションセット。はい。よし。あとは？土管。よし。じゃあ、ついでに、キノコ王国のステッカーも。お願いします。おお、なんかちょっとこんな感じだったっけ？なんかすごくイメージと、いや、大体こんな感じだったけど、目のあたりとかあんな感じでちょっとつぶらな感じだったんだね。すごいカクカクしてる。おお、すごい。おお、マリオの髪型がなんていうかちょっと違う。おお、キャッピーどうなんだろう。よし、ちょっと見てみよう。おお、すげえ。なんかこう、頭身はそんなに変わらないはずなんだけど、ちょっと雰囲気変わって見えるな。耳あたりとかすごく強調されてますよね。お、キャッピーはめっちゃ普通だ。キャッピーまでカクカクになるわけではなかった。おお、懐かしいな。マリオ64の最初になんかこう、マリオの顔を引っ張ったりとかできた気がするけど、あれ思い出す。よし、じゃあやっていきましょう。せっかくこれに着替えたから、怪しげな扉行こう。南京錠。丘の上には庭園があります。そこの洞窟にはヨッシーさんの大好物が置いてあります。おお、ヨッシーさんここにいるってこと？あ、フルーツが置いてあるんだ。ああ、なるほど。これをヨッシーさんで食べさせろとか、そういうことだ。なるほど。なんか上の方見たけど。あ、これ忘れてた。どうしよう、種植えといた方がいいかな。ちょっと行き過ぎ。よし。結構育ってるね。わかった。これさ、バイクで行くんじゃない？どうかな？おお、オッケー。かっこいいマリオ。よし。さあ、そして、どこだっけ？上か。おっと。思った以上に危険な森。さあ、これは。パワームーンを守っているのです。クリボーが来たって怖くありませんよ。なるほど、フラグ。クリボーでここに来れば取れるそうかな。
もしもし。お、カクカクした懐かしいお姿が見たいです。まさかゲーム中のキャラにカクカクしたと言われると思わなかったな。見させてくださったら中にご案内してますよ。お願いします。何もかも懐かしいお姿、どうぞ中へお入りください。いやいや。嬉しい、どうぞ中へ。なんかマリオさんがかつてカクカクだったみたいな言い方やめてよ。ドットの頃だってカクカクだったでしょ。お、さあ、なんか雰囲気が、すごい。なんかマリオ64の中庭っていうべきかな。わあ、再現されてる。お、なんて、お、お、あ、どういうこと。え、なんかやっつける順番とか重要ってことなのかな、今のだと。いやいや、見分けつかねえだろ。お、消えてく。おお、踏めばやっつけられるけど、なんでしょう。いでいで、結構強い。マネミーたちやっつけたけど、どういうこと。キャッピー、夕方ムーン、あの頃の思い出。パワースターは別にカクカクではないんだね。お、まだいる。うん。お、なんかポンってなったぞ。開け方を間違えた。あ、なるほど、そういうことか。これは、お、なるほど、取っとこう。これは結構大変だよ。ノートで。じゃあまずはどこだったかな。1、もうここから覚えてない、見てないもの。3、どこだろう。1、2の3、4、5、6、7、8。おーい、あ、やっつけなきゃいけないんだ。そっか、戻ろう。なんとかなるかも。あとさ、今裏技考えちゃったんだけど、裏技っていうかあれかな、小ネタ。あの数字が出てるところでさ、なんだっけ、キャプチャーボタン押したらわかるんじゃないかな、これ。1、2の3の、どっち4だっけ、4、5、6。クリアしちゃうなこれ。うん、これミスった時はキャプチャーボタンでこう写真撮っちゃえばわかるんじゃないかな。 OK。 さあ、仲間に、中庭に潜む宝箱の罠。なるほどね。お、看板。お、スペシャル技なんでしょうそれ。ジャンプして帽子を投げ、そのまま空中で ZLY の順に押し続けると、帽子に飛びついてより遠くまで飛ぶことができます。なるほど、今更それ。あ、ちゃんと図解で教えてくれる。なんだ。おお、なるほどね。本編クリアした後にこういうこと教えてくれてもちょっとあれだけど、こういうのを使うと探索要素が楽だよってことか。よし、帰ってきた。うん、なかなかキノコ王国まだまだ探せる場所がいっぱいありそうだね。とりあえず、まあお楽しみは取っておこうかな。お、あそこも何か詰まってる。うん、種って確かどこにあったかな。種ぐらいを植えとく。お、紫コイン、ついつい目移りしちゃうな。このままだとなんかゲームが終わらんぞ。お、スペシャル技はいらなかったか。うん、ここはまた次回にしておこうかな。マップで言うとここか。おい、なんだって金。金に対してすごくがめつい。おお、あれ、これってやったっけ、覚えがないか。よし、
ロケットフラワー取るのがなかなか難しいんだけど。うん、フォーミングしないよね。なかなか難しい。あれ、ちょっと行き過ぎた。行き過ぎた。ここじゃないよ。キノコ。今更だけど、キノコって名前がすごい。よし。お、咲きかけてる。ちょ、向いてる方向が合ってない。うん。あと一つ。あとどこにあったかな？クリボーの森あたりにありそうな気がするけど。バイク。ロケットか。でもあれを取っておこうかな。お、でかいのあるね。これどこに持ってくんだ？あ、これがここか。なるほど。種、種。種ないかな？ありそうな雰囲気だけど。ないか。お、怖い怖い。てかクリボーでかい。よし。おお。と、ちょ危な危な。オッケー。上の方何かありそう。種思い出した。一番最初のところだ。そういうことか。よし、やっちゃいましょう。ちょっとー、やべえ、目移りする。紫コインも見つけちゃうし。おっ、オッケー。さあ行くぞー。アミーボおじさん、すっかり忘れてた。どのあたりだったかな。あったあった、これだ。よし、じゃあ運んじゃいましょう。おお、引っこ抜きたい。そして駆け上がっていくと庭園がある。お、ウサギ復活してる。くそこれめっちゃ苦手だな。 OK、 よし、これで4つの種を植え終わったから、おーっと、次回はあれを全部取れるかな。お、おわっと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 、これ落っこちたらやっぱりダメかな。 OK、 じゃあ今回はここまでにしておきましょう。いやー、まだまだ探索できるところがいっぱいあって、これからが本番って感じかな。よし、じゃあ頑張っていきます。ではまた次回よろしくお願いします。アミーボおじさん忘れてた。報告。ていうかウルフリンクとかにも探させればよかった。はい、うん。さあ結果は？お、なるほど。ああ、あれは種の部分か。そっかそっか。ああいうの回収した後に話しかけたらもっといいのかな。はーい、よし、じゃあまた次回よろしくお願いします。